ロールロールは新規現者から発行されているテーブルトーク RPG 専門のゲーム雑誌である。2003年6月に創刊。当初は各月間であったが第7号より月間化した。編集はアークライトが担当している。TRPG 冬の時代を超えた新しい時代の TRPG 総合雑誌を目指して創刊された雑誌。 TRPG 雑誌は1990年代前半までは多数の出版社から発行されていたのだが、1990年代後半の TRPG 冬の時代に入って TRPG の出版点数が減少すると、それに比例するように多くの雑誌が休刊してしまった。21世紀に入ると TRPG の出版点数は復調していったが、 trpg を扱う雑誌は特定ゲームメーカーの開放誌しか存在せず多くのゲームがユーザーサポートをインターネットに頼っている状態になっていたそんな状況の中で一般書店でも購入できる trpg の総合情報誌として2003年に創刊されたのがロールロールである表紙イラストは創刊号から尾形剛が担当しており その後の特集記事に関係したテーマを迷子を描いている。2008年2月より、姉妹誌、別冊として、ロールロールエクストラリードリードが刊行されている。本誌と同様の B の関係だが、リプレイやコミックといった読み物により特化した内容である。印のついているものは、ロールロール RPG シリーズとして発売されているもの。このシリーズの作品は、 ゲームサポートが優先的に行われる傾向にある。ありがとうございます。